特に3年生は。かっけえな、月島の新しいメガネ。牛若だろうが弁慶だろうが止めてこいよ。お願いします。こっから代表決定戦だ。そして相手はインハイ予選ベスト4。ナイスファイト。エンドラインから強打かよ。確かに型にはまってなくて何してくるか分かんない感じが。そうですね。もう一本。行け殺人サーブ。くそ、もう一発ジーダイレクト。俺たちも負けてらんねえぞ。今のが噂の速攻か。僕、常禅寺のバスケ部に友達いるんですけど。ひたすら2対2キッツ田中さん。どったジーリナいやはや、それにしても彼らのバレーボールは見ていてとても楽しい。楽しむ。ナイスレシーブ。強さ。シャー。はい。顔面だったぞ。タイム。影山、死ぬな。なんで10番下げるんだろう。調子悪くなさそうなのに。それはあの10番も分かってる。ここ数ヶ月、成田は菅原セッターでのコンビを合わせてる時間が長い。テレシモナイスター。留守は任せろって言ってなかったか。うっせえな。シンクロ攻撃菅原版。お前らほんとやるタイミング考えろよ。お前らと同じで乗せると結構厄介なチームだぞ。かっこいいじゃないの、質実剛健だって。今年から監督を務める穴原だ。このチームを土台から作り変える。マジか、それでベスト4とかすげえな。その時お前はどうする。うるせえよ。戻ってきたな、ミニスパイダーマン。俺は1対1ではまだ刈り上げさんに勝てないけど、このメンバーだったら負けないです。一発目はお前ら絶対やらかすと思ったんだよね。力みすぎて。自由奔放さという点じゃ常禅寺はうちに勝るとも劣らねえ。くそ、分かった、ラストアウト。いやー、あんま考え込むなって。もっとこうガッと攻めねえ。気合とテンションで何とかしようとしすぎ。劣勢でも不調でも楽しむ。悔しいけどあいつらの方が自由に遊んでる。楽しくない時間を我慢して最後までちゃんと遊んでみなさいよ。できれば見下すように。しません。じゃあ尻も叩きません。二股だ。平然と打ってましたね。タッチ悪い、怖い。あんたたちバカっぽいけどバカじゃないでしょ。ドジャット。ナイスレシーブ。10番飛び出した、速攻蹴る。またいだ。遊ぼうぜ。オーライ、気をつけろ、さっきとは違うぞ。やった、終わりかよ。くそ、ありがとうございました。次からはケツ叩いてくれるやつはいないんだからな。ありがとうございました。
明日、お前を止める。うるせえ。ひなたに今の言うために待ってたのかな。だとしたら、勝った方が次の相手だ。あいつらに勝つ。守備力と粘り強さは猫間に近い。よし、必ず明日も生き残る。気合い入れるぜ、先生。お願いします。お願いします。光栄です。姉の最後です。田中の姉に。お願いします。やったら。おらい。県内一のとんでもチーム。日向相手にどう動くかはあらかじめ決めてるようだな。うちが苦手なタイプということですかね。ああ、強豪に研究される。俺、日向だけ見てっとついばむぞ、こら。いい手応え。パイナポーヘッド、後ろから回り込んでる。あれが枠難の武器であるコンビネーション。よっしゃ。今狙われた。手の端。小さな巨人に。読めてる読めてる。次完璧に取れるぞ。余裕余裕。止めるというよりはコースを絞ってレシーブしやすくする。そう割り切ってはいるが、日向の好き勝手にはさせない守備か。でもうちのエース止めるなら。オッケーオッケー、一本切ってこ。はぁ。勢いに乗るぞ。クソが。おい、タビ、こっからが真骨頂だぜ。切らすな切らすな、ここ絶対取るぞ。大地さん、昨日勝ってたら今頃試合だったのに。周りからはあんまり見えない土台ってやつ。ラスト、ボール返した直後。どこ打った。俺は大丈夫です。もし脳震盪を起こしてたら怖えからな。お前の返した今の一本でこっちは20点台だ。すまん朝日、すぐ戻ってくる。それまで頼む。任せろ。あの大黒柱の代わりを誰が務めるのか。ぶつけでやるのは微妙でしょう。力しっかり。まあ存分にやんなさいよ。さっきのはどっちが怪我しててもおかしくなかった。今俺たちが考えてることがあるとすれば。パッと見気が弱そうなんだけどな。縁の下、縁の下、ナイスさ。一気に取り返す。逃げる方が絶対後からしんどいってことはもう知ってる。次か。力でいいんじゃねえの。うん、冷静なやつが頭にいないとって思うよな。たくよ。でも俺は逃げた。たくよ。でも俺は逃げた。怒られなくていい。サボってすみませんでした。練習させてください。人間関係難しいけどさ、優しいだけじゃダメだ。今戻ってんだからいいじゃねえか。おいっす、当たりだ。さあ、おーい。根性なしでも大地さんにかなわなくても戦うんだ。ごめんごめん。どんまいどんまい、切ってこ。OK です。ズッキーの言う通り、リードしてるのはこっちなんだし。おー、今のは入ってラッキーだった。やばい、攻撃来る。足動け。アサイさん、ラストのバックアタックナイスです。お、わかってます。Thank you.
今の正にとって他の連中と同じように戦うための武器は。ズッキーニはあんな偉そうなこと言ったくせに。ああ念のため少し安静にさせ、勝って沢村に次の舞台を用意する。カラスのファイオース。前の試合白鳥沢があと5点です。目立つスーパーレシーブだけがいいレシーブじゃないからね。実感している頃、アウト。シャーマッチ、よっしゃー。ダフー、ダブリ。ブロックにない。カラスノにはすごいチビがいるのは分かってはいた。何？おお！ふんぬ！だけれ！俺自身も。よっしゃ！こっちだ。やばい！アウト！やっても早いのいける。ありがとうございました。ありがとうございました。お前らの方がフルセットやって消耗してんだろ。ほら休め休め。ラストのあれナイスレシーブ、縁の下。次もかおい、食いすぎんなよ。